チャオ、あっちゃんです。今ファミマでキャラメルフラッペ飲んで、お買い物行きましょうというちょっとね、甘いのを食べたからすっきりしたよ。眠いのもね、甘いので脳が活性化して元気になった。さあ、これで100均行って、ドンキ行って、100均行って、ドンキ行って、で、エバグリ行って、どっちかな？エバグリ先かな？いや、どっちでもいいわ。ドンキ行って、エバグリ行って、エバグリ行って、ドンキ行ってもいいのか。どっちでもいいね。行きやすい方が行ったんやけど、どっちか行ってんで、最後に行水行ったら、冷凍もし買ってもね、分からんけど。行水はね、お肉が欲しいのよ。みたちゃん、ここは停止線がないんでーす。こう、行かないといけないんでーす。もっと手前やね、停止線。言っとから、絶対クレームつけたら取るから。あそこのシーンは。クレーム禁止やいと、クレーマーばっかりでめんどくさい。ちなみにね、概要欄ちゃんと読んどんのかいな。わお、バックの後ろ信号が見えない、怖いわ。ちょー、曇る曇る。よいしょ、置くところがないな。行きます。チャオ、あっちゃんです。今ね、セリアでお買い物してきた。ちょっといろいろとね、また鏡割っちゃってさ、今度あっちゃんが割った。なんか買ってきてんけど、あっちゃんの不注意です。はい、で買ってきてんけどね、ありがたい、ヘアゴム買ってきた。でお金払い終わったら、お店の人があっちゃんですね、来てます、応援してます、嬉しいな、ありがとうございました、また来ます、はい。てかしょっちゅう来てますここ。はい、ということでね、嬉しいね、やっぱりね、声かけられると。ちょっとね、クリップで留めててんけど、ヘアゴムの方がいいかなと思って。かわいい、ちょっとね、ターコイズっぽいの。こっちね、流して、はい、何を引っ張られるね、軽くなまとめたかったから、これでいいかな。あ、カーブも買ったんだ。一個ね、部屋用の鏡と、で、バッグ用の鏡があって、バッグ用の鏡がね、これ、子供が遊んどってね、ここ、パカンってって、ここ、これ以上行って割ってしもて、ここ押してしもて、割れてね、で、ここが。だからもういいわと思って、布のやつ買ったの。だから布のやつがね、バッグ入れたら勝手に割れた、やっぱ布やから押さえたんかして。で、プラスチックの、ちょっとこれ幅広いねんけどね。すっごいチラがあるな。まあいいけど。白が目立ってきたな。はい、これやけど、大きな鏡を買ったん。大きな鏡をね、部屋に置いてあって、ドライヤーを結構あっちゃね、物ポンって投げたりする癖があって、ポンって投げた時に鏡の背中に当たったん。パキッて。あ、やっちゃった。みたいなね。で、これ買ったの。はい。ということでね、移動しましょう。どっから行こうかな。こっちから見ようか。はい、やっぱりね、声かけられると嬉しいね。
目がきつくなってきたよ。さっきに、ここから行くとエヴァグリ、うん、エヴァグリから行きましょう。やっぱりね、見てます言われるのすごく嬉しい。ニヤニヤしてしまうわ。さっくらでしょ、激しいやん、47ミリ、わお。結構きついね。またコメントチェック。曇り取れたらええねんけど、最初ね、一瞬曇るんだ。結構雨きついなぁ、他の嫌だなぁ。なんかね、いいお魚あったらいいねんけどな。見つけ、カラスガレイでも見つけるかな。焼き魚いらんとか言うとか、あれかなんか無理でしょうかなんかって。なおマンゴー、おマンゴーソースちゃう、おマンゴードレッシングをソースに入れいくしょうか。もう使い道ないねん。ドレッシングいや言うて家族誰も食べへん。ね、ネタで買ったようなもんやねんけど、ネタ言うな。まあでもせっかく買ったしね、食べ物も粗末にするのもったいないから、なんかリメイクして使えたらなとは思う。近くの駐車場だったよね。遠くやったら傘持っていかんね。そこ行くだけで傘もやねんけど、買い物したやつを持ってって車に乗せるまでに濡れそうやし、嫌やな。ここはいつも混んでるんだよ。
行くか。上の覚悟で行くか。島村やろうか思ったから、ね、前は見えない密着も来るわ。早く行ってちょうだい。でいいや。遠っ。いつも遠いっちゃうけどね。置いていきます。で、ちょっとだけお買い物してきます。